どうなってんの？こうですよ、こう。左頑張れ、左頑張れ、左。こんにちは、ちあこです。今日はですね、私の学生時代の踊っている映像を見ていただきたいと思います。この間ですね、ユースアメリカグランプリ YAGP の予選の審査用のビデオの撮影があって、その様子をですね、第2弾に分けてちあこチャンネルの方で載せたんですけども、そちらは見ていただけましたでしょうか。その YAGP のコンクールにですね、私も学生時代出てたんですけども、今回はですね、そのユースのコンクールで踊っていたサタネラのバリエーションの映像を見ていただきたいと思います。で、ただこうだって見てもらうだけやったら一瞬で終わってしまうので、私がですね、いちいち自分の踊りにツッコミを入れていきます。ツッコミというか意見ですね、アドバイス、注意ですね、を入れていきたいと思いますので、それもですね、一緒に聞きながら楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは過去の自分へ踊りのアドバイス、いってみよう。はい、それでは早速見ていただきたいと思います。学生時代のね、映像なんて恥ずかしいな。どうなってんやん自分。スタート。あ、まあ、出だしはまあまあまあ、元気に歩いて走ってますね。始まりました。ちょっと待って、もう早速止めたかと、思われたと思うんですけども、こうサタネラってこうなります。で、5番にこう入れるんですけども、こう5番に入れる足ちゃんと入れて、こうパスに持っていかないとダメなんですけども、これ私これ微妙に開いてますね、閉まってないです。なのでしっかり5番に入れてってやらないと、逆にバランスも取れないと思うので、難しいね、難しいですね。はい。遅れてんのかな、ちょっとなんか気持ち悪いですね。もうちょっと早く行ってほしいところ。5番、ちあこさん5番。あ、わかんない。はい、今ですね、今こうなって、こうなった後、こう軸足から降りてこうなったと思うんですね。こうやって軸足から降りてこう、これはダメです。何やってんの。こうやったら、立ったら一緒に降りないとダメなので、これはダメですね。はい。はい、このツンツンはですね、私何も問題なくできていたので、まあここはいいでしょう。ただこのアチチュード、ちょっとこうなってます。もっと横ですね、アチュード横よ。はい、まあ長い間練習してたので、サタネラっぽくはなってますかね。シェネが効いたない。シェネですね、まあ、できればこうやってこう隙間がない方がいいんですけども、音が早かったのか何なのかわかんないですけど、ちょっと開いてますね。で、これチュチュなのですごい目立ちます。シェネはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、ガチガチのまま、怖いから、本来してね、こうやって顔つけないとダメですけど、なんかあんまりついてるように見えないですね。こうこわばってる、ここがなんかガチッと固まっちゃってますね。まあ、あんまり踊りの中でバリエーションとかね、舞台で左でしねすることはあんまりないんですけども、まあないことはないですけど、基本的にはこう右に進んでいくので、はい、まあ、
ね、あるバリエーションとかもあるので、ちゃんと練習しないとダメですね。おいおい、ちょっちょっちょっちょ、もう止めましたけども、で、で、手が揃ってない手ですね。こんな感じになってました。今どうなってんの。こうですよ、こう。はい、続きます。サタネラは長いので、これが第二バリエーションです。あれ、今ですね、このエカルテなんですけども、両手使わずに片手しか使ってないんですけど、これはどうなんでしょうか。多分絶対両手使った方がやりやすいと思うんですけど、使ってないですね。止まる、つま先汚い。アティチュードの バランスも遅いですね。はい、これ最後のですね、連続ピルエットです。あやい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 や。はい、これも全然ダメですね。こうピルエットがこう連続するので、しっかり背中こっちこう送って送ってってしないとダメなんですけども、この連続してる場合はだんだんこう送れなくなっていってしまうので、典型的なのが今のやつです。ピルエット回って、でアンデオールなのでいいんですけど、次アンデなんですよね。でアンデなんは割と回りにくいので、あのこっちがですね、まあ遅れていってしまいますよね。でそのまんま回るから、でもアンデオールなのでなんとか回ってます。なんですけども、もう最後のアンデなんでもうダメ、もう全然こっちついていってないから、だんだんこっちに行って、で回りきれずにこの辺でトントンってして終わるという感じになってしまいましたね。ちょっともう一回見ていただきましょう。はいはい、だんだんね遅れてなくって、最後あらららららという風になります。はい、最後は、はい、最後はですね、ちゃっかり何事もなかったかのようにまとめておりますね。はい、お辞儀命なので、お辞儀はすごく丁寧にしてました、いつも。はいはい、ということでいかがでしたでしょうか。いちいち止めて、割といちいち言いましたね。はい、でまあこんないろいろ言ったんですけども、今私がそれを全部考えて踊れるのかどうかっていうところですよね。どうなの、踊れるんかな、わからへん。ではサタネラってすごく長くって、2分は多分超えてたと思います。昔の映像、ベイビーチアコのですね、踊っている時のバリエーションの映像と、プラスですね、今の私のからのアドバイスといいますか、注意をですね踏まえて、楽しんで見ていただけましたら、ぜひぜひグッドボタンよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。